ツファンも拍手。ドジャース13メッツ、日時間30日ニューヨーク敵地ファンも大喜びの一発だった。ドジャースの大谷翔平投手は29日、日時間30日、敵地メッツ戦で8回に10試合ぶりとなる14号にランを放った。ドジャースファンはもちろん、スタンドのメッツファンも拍手を送っており、メッツファンも喜んでるねと注目を集めている。8回西二塁で迎えた第5打席、5番手のロペスから左翼席へアーチをかけた。シティフィールドでの一発は自身初。大谷は二塁ベースを回ると、ベンチに向かって両手を振るポーズを見せ、悠々とホームインした。今季ワーストとなる46打席のアーチだったが、久々の快音に大谷はほっとした表情を見せていた。スタンドに多く詰めかけたドジャースファンは、もちろんメッツのシャツやユニフォームを着た一部のファンも、球界のスターの一発に拍手を送り、まるでメッツの選手が打ったかのように喜んでいた。中継でも喜ぶメッツファンの様子が映されており、ネット上では、メッツファンも喜んどる、メッツファンの私複雑やけど、やっぱり嬉しい、メッツファンがかなり興奮して喜んでる、動画撮ってたり、拍手してくれたりしてる、と指摘する声が上がっていた。フルカウント編集部、